ヤンフランス・ヨーゼフ・バンデル・ローストは、ベルギーの作曲家。日本においては、ジャン・バンデル,イコールロースト、イコール・ヤン・ファンデルイコール・ロースト、あるいは、ヤン・バンデルイコール・ローストなどと書かれる。よく、J ・ローストや、J ・ V ・デルイコール・ロースト、また単に、ローストとする表記を見かけるが、ファンデ・アルーストが正であるため、これらは、明らかな間違いである。そのため、当該誤解、用を避けるため、 ヤンバンデルローストと、や、イコールを用いずに性を一塊に記述するケースも多い。また、ファンをオランダ語読みして、ファンとすることも、稀にあるが、出身地である、フランデレン地域で用いられるフラマン語読みでは、上記のようにバンが、元の発音に近く、日本においても、この表記が定着している。バンデルローストは、ベルギーのアントウェルペン州、デュフェルーまれ。少年時代、 父親が指揮者を務めていた吹奏楽団でフリューゲルホルンの演奏をはじめ14歳でトロンボーンに転校した。18歳でルーベンのレメンス音楽院に入学し教育学、トロンボーン、音楽師の卒業証書を得る。続いて王立ヘント音楽学校で風画を学びアントウェルペン王立音楽院で合唱式をロジャー・レーンスに作曲を ミレム・ケルス・テロスに指示。現在は、レメンス音楽院で教鞭を取るほか、東京ミュージックメディアアーツナオミと名古屋芸術大学及び、専属学園音楽大学の客員教授も務める。2013年4月に、フィルハーモニック・ウィンズ大阪の首席客演指揮者に就任。日本では、ブラスバンドや吹奏楽編成の作品が知られているが、 その他にも、声楽曲、室内楽曲なども多く手がけており、その活動は実に多彩で、精力的である。吹奏楽の分野では、日本国内においてその名が知られるようになった1990年代以降、フィリップ・スパークやヨハンデ・メーラと共に安定した人気を誇るヨーロッパの作曲家の一人である。また、詩も、術の主要作品にあるように、 特に吹奏楽とブラスバンドに同じタイトルの作品も多いが、これはどちらかの編成で作曲した後、作曲者自身の手によって、もう一方の編成用に編んだためであり、同様の手法は常実のスパークラ他のヨーロッパの作曲家にも見られる。同じく、ベルギー出身の作曲家ベルト・アッペルモントは、レメンス音楽院でのバンデルローストの教え子である。 樋口幸弘、ヤンデイコールハーン、東京高成ウィンドオーケストラ、スパルタクスの、アルバムノーツ、P2、ブックレット。構成出版社、ヤンファンデアルースト、コンピレーション、マイルストーンズの、アルバムノーツ、P28、ブックレット。ハルレナード MGB、マニュエルモヒナンバーファビオザノン、オーレードバルド・アントンセン、ジェイコブ・スラグター、アイ、フィミング・ギー・チャンバー・オーケストラ、 シンフォニックバンドレモンズインスティチュートインフランダースフィールズボリューム39ヤンハンデアルーストのアルバムノーツピアニッシモ23ブックレットパイドラーレコーズ楽団プロフィールありがとうございます